さあ今日も始めます。ノンノン。ホスピタル。お相手はこの間聞いた配達員のさらに上塗りにすげえやつと遭遇したのすけと。なんだか怖くて聞きたくない。D ノンチザワイズです。よろしくお願いします。はい、よくなんか我々配達員の話好きじゃん、はい、好きで結構やってますよね。はい、もうなんか4回ぐらいで、はい、まあご時世ですよね、はい、配達するもの。また行きましたか。あれ出ましたよ、うん。名前言っちゃう系出ましたよ、ドアの外で。うん、いや、いるよ、いるよ、いるよ。ドアの？いるよ。いる。だから、家賃の取り立て、借金の取り立てぐらいの勢い。うん。うんうん、まあ俺、わかる。どんどん、あ、ピンポン、ピンポン。うん。つげさーん。うん。あれ、ダメ？いますいるよ。へぇー。一人いて、その人は全部言うの。名前と住所。ずっと言ってる。そのドアの向こう？そうそう。あのさ、あれちょっとさ、うん、なあれはダメです。それは言いました。うん、あれルールじゃないでしょ。だって、ね、でもあれの方がありがたい人もいるんでしょ。だからそういう怯えてる人はさ、あ、配達なんだ、出ようみたいな。でも、で、なんだ配達ね。名前を言うっていうところです。名前、名前言うんだって。まあ別に嫌じゃないですけど。わかる。俺大きい声で言う必要ないよ、ね。なんか追われてないのに追われた、うん、昔の、うん、うん、うん、俺追われてた頃のなんかあれが出てきちゃって、うん、だってカメラもついてるのに、うん、あれルールさ、うん、ピンポン、ドアカメみたいなやつ、うん、はいはい、うん、なんとかですっていう会話ルールなんじゃないの、うん、外で言うのすごくないですか。いや、すごい。ああ、でもいるんだ、いるんだ。いるいる。あれ、一定の教育は。いや、だから、されてんじゃない。そう言えって言われてる、言ってる会社がどっかにあるんじゃねえかな、あれ。で、いるならね、うん、びっくりしました。っていう話で。はい。今日は。はい。うん。ビゴ・モーテンセンっていう俳優知ってますか？絶対知らないです、もう。ビゴ・モーテンセン知らない。名字がモーテンセン、名字って言うと、モーテンセン、うん、ビゴ、ビゴさん、うん、知らない。全然わかんない。あ、そっか。じゃあ話は終わりです。全然知らないです。知ってると思った。今、いや、知らないだろうなぁと思ったけど、その役者さんすごいいいなと思って、ニューヨークの生まれみたいなんだけど、もう全然わかんない、うん、あ、ビゴモーテン、うん、このあのグリーンブックって映画見た？グリーンブック、グリーンブック、この外国の映画ですよ。あの天才神と呼ばれたピア、黒人のピアニストが、はいはいはい、ツアーするやつ、そうそうそう、白人、そうそうそう、あれの警備する、はいはいはい、警備っていうか、まあそれがビゴ・モーテンセンなんだけど、すごくいい、めちゃくちゃいいな。外人さん、外人さん、外人さん、じゃあ俺今の今まで、え、もうマッケンユーみたいな感じの多い日本の役者さんだと勝手に思ってた。ああ、だからビゴーさん、あ、ビゴー、モーテンセン、そう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 、そう、なんだよ、びっくりした。はい、だいぶ入ってきました。はいはいはい、これなんか、はいはい、あ、いい映画だなって思った。ビゴー、モーテン、ビゴー、モーテンセン、ビゴー、モーテン、もう漢字に置き換えてたから、もう完全にダジャレみたいなのがちゃんとした名前なんですね。黒人の大変さは、うん、まあもちろんそのまあ映画の中で、ね、うん、絵描かれてんだけど、日本はやっぱさ、うん、そういうのがなくて、なんかね、うん、素晴らしい、ね、ないよ、まあ、ないくもないのかもしんない。でもまあほぼないよね、うん、まあ、うんうん、そうね、ね、だって似たようなのっつっても全然レベル違うでしょ、うん、そうだね、うんうんうん、出身とかね、すごい、その南部の方さがあるんだけども、うんうんうん、やっぱ黒人しか泊まれない宿、はいはい、みたいのを選んでいかないと大変なことになったりとか、はい、もう黒人っていうだけでみたいな、うんうん、だけどまあニューヨークとかだったら、まあその人はもう神みたいな感じだけど、うんうん、場所によってはね、そう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 、で本当に行っちゃダメなバーとかあるっていうもんね、そう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 、うん、いますよね。そうですね、そう、黒人だけしかいない酒場とかね、
だから日本人もでもいいし、アジアでもいいですけど、行っちゃとダメなとことか、やっぱ言うとあるんですか、日本人はあんまないですかね。ねえ、あんま、ね、あんまなんかそういうのは早くからダメだよって感じだったんだろうね。うん、黒人問題なんてもう相変わらずでしょ、もう。そう、だから、ねえ、だって、近年っていうか、今でさえ結構給料違うっていうよね、はいはいはい、レコード会社、ね。だから黒人の人はツアー回んないとお金にならないとか、はいはいはい、アーティストでさえ。そうそう、今でもまだあるっていうのは、あれだけ聞く。で、そういうのがない会社ですよっていう会社もあるだろうしね、逆にね。うん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 、でも多分スタンダードとしてはまだありますよ、なんだろう。それはずっとツアー回らないとダメなみたいな感じを聞くけど、うんうん、あれはだからやる街やる街で全然ひどい目にあったり称賛されたりみたいな話でしょ、うん、グリーンブックって。そのなんかライブ自体はなんかそのわりかしなんだろう、もうなんか高貴な人が見に来る来るやつだから、まあいちいち、うん、なんて言うんだろう、うんうん、その間が間ね、移動であり、そう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 、宿泊であり、飲食であり、うん、接してくる人たちが、そうそうそう、あとはもうなんだろう、そのレストランが主催というか、うん、そのホテルが主催してても、はい、そのレストランのその出演者の黒人ピアニストはそこでは飯食えないとか、出演してんのにって話だよね。でなんかまあこのグリーンブックっていうので伝えたいのは、うん、なんとなくだけど人によるねっていう感じを伝え、なんか言いたかったんじゃないかなと、俗に言えばはっきりその、うん、黒人差別問題っていうよりも、そうそんなもでも本当人によるねって言いたい言いたい、いや言いたい、そんな感じで。でもねすごいその本当役者さんはビゴモーテンセンがさすげえよかったよ。マネージャーピザとかさ、うんうん、もう、まあ、その人も最初はもう黒人嫌いみたいな感じの、はいはい、最後にはもう、うん、もうニガーと呼ぶなみたいな、なんか、うん、なんかすごい感じで、そう。これいい映画だったもん。なんてことはないけど、うん、いい映画で、いい役者さんっているんだなーって、うん、はいはい、そう。何なんだろうと思って。変わっていくんだ、ビゴ・モーテンセンさんも最初からそうだね、ツアー回っていく、そうだね。でも資質もなんて言うんだろう、元もいいあときっかけだ、そこがいい、うん、グッとくれた、なんだろう、これは皆さん俺はいいと思うんだ、グリーンブックね、そのグリーンブックっていうのは多分なんだけど、その黒人が、うん、泊まれるところとかが書いてある本、書いてある本か、それだからなんかガイドブックだ、ガイドブックだ、そう、あそこグリーンなんですね、フェンスと一緒だ、おいや、おーじゃない、これ確かね去年だと思うんだけど、去年か一昨年になんか予告編を映画館で見た覚えある、うん、ゴールデングローブ賞とって、これはな、思ってたよりもなんかいい映画だなっていう、昔すごい、大久保で狭い中華料理屋入って、あの月はニラレバ定食頼んだら、すごい満席で、店員さんもお客も全員俺以外中国人だったっていう時ありましたね、あったありましたね、怖かった、普通すごい騒がしいんだけど、何言ってるか全部わからないからさ、怖くなったね、今なんその宇宙に来たみたいな、もう全然わからない言語が飛び交ってて笑いがあるわけ、受けてたり、あと怒ってる人がいたりとかするんだけども、全然わからないって怖いなと思ってね、中国語全然わかんないですね、なんかだからこの英語の映画見てると俺なんとなく分かった気になってくるの、あ俺やっぱりアメリカ人なんだなって思う時、思い出す時があれすんなり来てるってことはいつまで続くんすかね、ああいう人種とか地区問題っつうのは、もう、ねえ、ひー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 じいちゃんぐらいまで、だってこれ古い話じゃなくて、これわりかし実話なんだけど、でそう最近もまだこうですから、いつまで続くんかね、あれは、もうイギリスなんかもさ、大体がもう昔の名残で2つ入り口がある、
はい、で中でちょっと別れてるみたいな、こうダメな人こっち別、うん、れてる。だからみんな色濃く、ね、うん、でも昇進ないとさ保てないもんね、あの上の人というか、うん、まあ、むしろ平和な方法なんだろう、ね、そう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 っていう感じは、ね、まあもちろん差別っていうとね、うん、嫌なあれだけど、まあ、区別みたいな感じでいくと、うん、でもいつまで続くんだろうなっていうのはいつも、なんか生きている自分の身内とかが伝えていく方影響を受けるのは分かるんだけど、うん、まあもっとだよね、書物とか歴史とかね、いつっぽなんだろうなって、ね、でもまあ俺いつかやっぱり、うん、天才黒人ピアニストになりたい。なりたいよね、うん、いつかはなりたい、うん、なりたい。ピアノ始めます。なんで黒人の時だけさつけんだろう、ね、天才って、あ、じゃあ黒人、黒人ってね、うん、つけないもんね、天才黄色人ピアニストつけないね、天才ピアニストだもんね、だ目が見えない人天才盲人ピアニストとかつけるじゃん、うんうんうん、それぐらいの感じでつけてる感じあるよね、うん、黒人の時は、うん、でも黒人アスリートとは言わないね、うん、言ってんか、まあいつか目指していきたい、黒人ザワイズに、うん、というわけで皆さん秋の夜長にチャンネル登録っていうボタンがあるんでしたっけ、はい、これそう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 ですよね、そうですよね、うん、そこをしてなんかのすけさんのコメント欄とかあんま見てないでしょ、お二人にとかが結構あるよ、ああそうですか、うん、お二人に聞くくださいって言ってるくせにねコメントねはい、それで、うん、アラームみたいなのありますよね、お知らせ機能みたいな、アップされたら あれすると便利なんで皆さん、うん、はい、それもしてください、はい、お願いします、それではまた。